ここが捕まった。どうもエルザです。それではダークソウルやっていきたいと思います。さあダークソウル3ということで、とりあえず新しくロスリックの剣手に入れたんで、これも使ってやっていこうかな。あと多分ね、今のかけらを手に入れたことによって強化ができそうな気はするんだけど、決めていこうか。で、どう？降りれる場所ある？ちなみに隠しとかないよね。あれ？これだけ？ああ、でもこれだけな感じか。そうだね、降りよっか。そしたら道がね、ほんとわかんないからね。おお、マジか。意外とこれさまた戦いたくねえ戦いたくないね。逃げよう逃げよう。もうで、ちょっとこの場合は盾を持っておいて、で弾いて切る。そうだね、ちょっと盾をちゃんと使っていこうか。はい、戦わせて、はい、投げナイフも装備しておこうか。なんか使えるかな。そうだね、使えそうな感じだね。なんだここは。遺体のソルとかも使っていきたいね。カット率悪いね。これはちょっと下行こっか、さっき。しかもガードがない。意外とそんなにうまくいってない感じなんだよな。めっちゃ追っかけてくるじゃん、いつ。痛い痛い。意外とゴリ押し。おお、危ねえ。鍵かかってんのか。今のところ全くと言っていいほど扉が開けれないね。いない？いないね。絶対これ角待ちとかしてんじゃないだね。こっち側いたね。鎧貫き、ここ大丈夫かな。案件。ロスリック系ではあるけど、あ、短え短えね。これは短えね。よし、これで OK。順調すぎてね。順調すぎてね、すっごい今気が楽。お、なんか来た。鍵がかかってるね。ダメだ。鍵がかかって無理だね。なんか使うのかな。んじゃ、この先行きますか。まあ、ドラゴン関係ないんだね。いやー、なんかまた変身系いるんじゃない？動いた動いた。あー、やっぱり。やっぱりかー。いやー、マジで強い強い強い。あー、強え。なるほどー。あれ変身させたらダメだね。回収して、あいつだね。よーしよしよし。あれは初見殺しだね。ちょっと待ってね。SE だけ残して、おー、なんかいる。君は。ちょっと。よし、なんだ君は。強化素材ね。いないよね。あ、いいね。このソウル系はガンガン使った方がいいのかな。うわー、なんかいる。これ普通に降りていいの？うわー、いるわ。痛い。来い。来るとこまで来い。ああ、そういう卑怯なことする。危ねえ。だからやられてたわけね。こっから降りることもできると。黒火炎壺。もっと強いやつかな。なんかいるわー。無理です。無理です。ロックオン外れると辛いね。何もなしか。待ってね、なんか扉。いたね。引いてー。お前もいんのか。お前は。マジで。うわ、危ね。なんで地味はって。いやー、ね、たまに出るんだよね。いやー、なんだ地味はってで、ほんと出てしまうんだよな、あれ。今、なきね。今、なき言葉を。おーっとやっちゃった。でも、ちょっとでかいんだよね。オッケーかな。ズボンか。ズボン出るんだけど、耐性系なんだよな。よし、行こう。いやー、エストビンないよー。おう、ああ、今の槍兵かな、これは。ちょっと嫌だから構えとこ。おお、いっ、ロックオンが外れるときはダメ。あー、嫌だなー。あ、ブロードソード。これ、戻っていい。ちょっと戻っていい。戻りたい、戻ろう。戻りたいんだけど。いやー、もう通れるね、ちょっと戻ろう。いやー、むずいよー。あれ、序盤っていうか、最初に騎士と戦ったのが大きな間違いだったんだよね。こんなことして。ここがちょっと待った。あー、ちょっと待った。なんで妹あー、いやー、間違って妹してたわー。マジかー。まあ40だしいっか。削れるねー。あ、はい。あー、ダメ。マジか。あー、マジか、あの野郎。こんなでけえやついんの？マジか。いったわ。あれ、強いのかなー。なんかまともにやったらいけない感が。痛い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 。ない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 、痛い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 、何何これ、何これ、何これ、やばいやばいやばいなんだあいつマジで。待って、ちょっと待った、もううわー当たんね、燃えとけ、あー危な、燃えとけ燃えとけ、もうやべ、引っかかる、やばいやばい、あー痛い、それあースタミナがなー、あそこまで行くのか、しかも。いやー、一応ね、2O2 とかやってたから、ダクソ系か、の影響受けてるからね。出そうだな、みたいな。痛いな。痛いね。いやー、旬なんだよなー。画面がきついね。いやー、ちょっと、しかも、失ったかー。よし、いやー、とりあえず第3ここまでにしとこっかー。いやー、悔しい。はい。ということで、動画見てる方はここまでとなります。ライブ見てる方は引き続き、やっていきたいと思いますんで、そのままお待ちください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。